では安定の森田勝田とやります。ペパーランド聞いてください。ペパーランドは学生の時、高校生の時に女の子たちでバンドを組むっていう曲なので、このシェーラークにはぴったりかなと思って選んでみました。私の大好きな曲です。決して上手なバンドじゃないけど、そこは女の子だけのバンドだから、愛嬌でカラスルはほらね、あの辺で男の子たちがもう泣いているわ。それじゃ始めるよ、ちゃんと聞いてて。で、はじめはこの曲から、ここでライブできるなんて私とても感激。あ、やっぱ落ち着きますね、森高は。この日のために毎日練習したわ。覚えたてのドラムまだまだ下手な、そこは難しいおかず叩かないで、パワーでカバーするだけ。ほらね、あの辺で男の子たちがリズム取っているわ。ギター下向かないで前向いて、ボーカルを乗ってるじゃない、ベースは余裕で弾いてる、ピアノをほら盛り上げて。皆さん素晴らしいお客さん、温かい拍手をこんなにもありがとう。男の子たちは口笛吹いている。それじゃ次の曲合図出すわよ。これは自慢のオリジナル、ほらギターピッチ悪いよ、ボーカル歌詞忘れないで、ほどけすよそびしないで、ピアノコーラスも頼むよ。ここでライブできるなんて私とても感激。ペパーランドでした。すごい好きです。やっぱり爽やかでね、とってもいい曲ですね。ワクワクします。途中でね、皆さん素晴らしいお客さん、温かい拍手をこんなにもありがとうで泣きそうになっちゃった。なんか自分とかじゃなくて泣きそうになっちゃいました。最近ファンって言ってくださる方も増えて、みんなすごくあったかいのでね、いつも毎日嬉しいんですね。で、その気持ちとかじゃなくて泣きそうになっちゃいました。ね、43歳にして、アイドルデビューさせていただきまして、コスプレデビューまでさせていただいてね、今日なんてついにセーラー服デビューまでしちゃったんですけれどもね、それでもきっとみんな、ね、大丈夫ついてこれてる。受け入れてくれたら嬉しいなって思ってます。きっと多分大丈夫だって信じてます。それではペパーランドを聴いていただきました。ありがとうございました。